令和3年、論文本試験会計学午前、管理会計論の公表、解説を始めていきたいと思います。担当はレック先任講師、二目です。どうぞよろしくお願いします。 えー、皆さん本試験お疲れ様でした。まあ、ちょっと今回ね、まあ、こちらの論文本試験の公表と解説動画が遅くなってしまったことね、本当に申し訳ないなと思うんですけれども、まあ、今ねあの、現時点でまだあの本試験の結果について気になられている方であったりだとか、まあ、あるいはちょっと本試験の問題ですね、今から復習さしていこうかなっていうふうに考えている方は、ぜ、ま、ひ、あ、ね、こちらの動画を参考にしながらあの、解き詰めていただければなというふうには思います。はい、で今回のまずね 会計学午前の目標点数なんですけれども、まあもうね、他の学校さんとかでも出されているんで、おおむね大体ね、そのどれぐらいの点数になってくるのかっていうのは、あのもうご存知の方も多いのかなとは思うんですけど、まあ、レックも特にね、その,辺のあたりのボーダーというところは、他の予備校さんとそんなに大きく変わるところはなくて、あの大体、素点で30点ぐらいっていうのが一つ目安になってくるのかなとは思います。まあ3割っていうところを一つ、ね、目安に考えていただければというところで。 まあこの30点っていうところの、まあ、内訳なんですけど基本的には第1問の方でまあ点数が取りやすい内容になってきているんで、まあ、第1問で得点をして第2問については拾えるところは拾うっていうスタンスでねあの回答していくのがまあ望ましかったのかなというふうには思いますので、まあ、第1問でまあ20点強、まあ、第2問っていうところでまあ10点弱ぐらいっていうところが一つの目標にはなるのかなとは思います。はい まあ、なかなかねあのシビアな内容だったのかなとは思います。まあ第1問はね原価計算分野で比類い法の問題っていうのが2問連続で出されるっていうねなかなか気を照らった取材だったので比類いがこんなにねガッツリ出されるってことを想定していた受験生はほとんどいないと思いますから、まあ、もちろんね比類い法自体は勉強されている方多いと思うんですけれども まあ、とはいえね、やはりその心の準備っていうものもあるかと思いますんで、あの、限られた時間の中でね、結構焦りとかも生じている中で、まあ、ひい加法っていう慣れない問題にね、まあ、うまく対応できる方っていうのは、そう多くはないのかなとは思います。で、とりわけその、第一も問題一で問われているひい加法については、これ難しいですね。あの、まあ、現存が第一工程と第二工程で生じていて、まあ、土外症に基づいて処理をしていくことが問われているわけですけど、 まあ土外手法でまあこの各工程で生じるまあ減損費っていうのを適切に負担関係を加味しながら計算していくっていうのはかなり煩雑なんですよ。まあそれは今回の本試験の解説とかを見てもらうといいかとは思うんですけれども、結構めんどくさい計算が要求されるんで、まあ現場でそれをねまあうまくあのー、考えてね対応できた方っていうのはそう多くないと思います。 だから第一問問題1の最後の問いの比類加法の問題っていうのはこれはまあできていなくても別にそれができないからといってまあ合格ラインを下回るっていうような問題ではないのかなとは思いますで一方の第一問問題2の標準原価計算を前提とするときの比類加法の勘定記入っていうのが問われているわけですけれどもこちらはね比類加法の考え方っていうのがちゃんと分かっていれば十分対応することができる内容だったんで この第一問問題二の方は計算で完答されている方も一定数いるかと思います。この問題がまあできなかったっていうのは一つ反省点になるかと思いますね。はい、まあ今回ねあの本試験の点数が本当にカンバしくないっていう方はこの第一問問題二のまあ出来をねちょっと反省していただきたいかなというふうには思いますね。はい。 他の問題はね、正直なかなかあの得点を高得点狙っていくっていうのが難しいので、まあ、受験生間でそんなにね、あのできる人はできているかもしれませんけどだいたい団子状態になってくるかと思いますんでね。まあ、できている方は思いっきり得点比率を伸ばすことができるでしょうし、まあ、できていない方でもね、まあ、得点比率50付近っていうところをまあうろうろするのかなという,ふうには思いますから、まあ、ほとんどのね、あの,他の問題っていうところではそんなにね、あの合否を分けるような形にはならないのかなとは思います。はい。 だから元にも書くにも第一問問題二ですねここの計算の出来とあと第一問全体の理論の出来栄えですね、まあ、これによって、まあ、この本試験の合否っていうのが決まってくるのかなとは思います、はい、で一方の第二問はね本当にこれは難しい問題なんで、あのー、基本的にはほとんどの方が得点が難しい内容なのかなというふうには思います まあもちろん情報処理能力の高い方でね高得点を叩き出す方も一定数いるとは思うんですけどまあそれって本当にあの上位数パーセントのレベルの人だと思いますんでもう大多数の,あの合格者の方っていうところについてもほとんどの方はできてこないのかなと思いますから。 まあ第2問に関しましてはそもそも得点として本当に部分点っていうところが理論で広いていたり、まあ、計算でちょっと簡単なところっていうのがあまりないですけれども広い、まあ、る部分ですね、まあ、特にこの第2問問題1の、えー、まあこのデュポン展開ですねデュポン展開っていうのが問われているわけですけど、まあ、この部分についてはまあやってほしいかなっていうふうには思うところではありますかね、まあ、最低限そこができていればねあの合格ラインには達するかとは思いますはい だから第2問のね、素点での目標点数っていうのは非常に低いものになるかと思うんですけど、まあ、本当に10点切るぐらいの点数になると考えてもらっていいかと思います。はいでまあ、第一問,問題のの方がね特にその あまり見覚えがないね、そのディシジョンツリーを前提にしたね、あの資料整理をしていかなければいけないという問題になっていて、まあ、ちょっとね、その割引計算の部分でもややこしい手続きがね、求められる部分があったかと思いますんで、まあこのディシジョンツリーっていうところのしっかりと読み取りが、まあ、できる方っていうのはそんなに多くはないと思います。まあこれはね、あのちょっと手前味噌の話で恐縮なんですけど、まあ去年のね、あの、当連で計画の あの論文のグレードアップ等連っていうのがあるんですけど、そちらでディシジョンツリーの問題っていうのは実は出していたので、あのー、それやられてた方はね、なんかディシジョンツリーって見たことあるなっていう感じでね、取り組めたのかなとは思うんですけど、ちょっと残念ながら今年の本試験向けにはね、ディシジョンツリーっていうのは出していなかったので、あのー、ちょっとね、そこはもうほとんどの方がね、初見で対応せざるを得なかったのかなとは思うのでね、なかなか対応が難しい問題だったかとは思います。はい。 だからまあ第一問第2問の問題2っていうこの最後の問題についてはねもう計算はもう壊滅してもしょうがないのかなとは思いますねはい非常にまあシビアな内容だったかとは思いますまあ祖点で30点ぐらいでねまあ合格ラインに乗っかってくるっていうのはまあそれだけでもうね問題の難易度が非常に高いってことがうかがえるかとは思いますけども あのこれ本試験開けてからですね私もいろいろ受講相談といいますか、まあ、学習相談みたいな形で、まあ、特に今回の本試験のような問題ですねこの第2問のような問題を、まあ、うまいこと対応できるようにするためにはね今後どういう対策を取っていけばいいですかっていうそういうご相談とかもあのいくつか受けたんですけれども、まあ、正直ね、ね明確な方法はないんですよ。 これってもう情情報報処処理理ののの世界の話なんんで、で結局個人の情報処理能力に依存すする部分が大きいんですよね。まあ練習すればねあの、まあ、同じ問題であればスムーズに解けるようになるとは思いますけど、まあ、いくらでも手を変え品を変えさまざまな出し方が考えられますんでね、まあ、この問題ができるようになったところで次また違う形式の問題になるんでそういった問題に対して対応力がじゃあ上がるのかっていうとこの問題の復習をしたところでおそらく上がらないと思うんですよ。 じゃあもうどうしようもないのかって言われるとあの、まあ、どうしようもないわけではないんですけども、まあ、限りなくねそのこういった問題に対して対応力を上げていく作業っていうのはコスパが悪くなるかと思います。まあ、一応その具体的なご案内としてはねいろんな問題を解いた方がいいととにかく問題の演習量を増やすっていうところが大事になってくると。 やみくもに問題解くって形になるのかなとは思うんですけどもたくさん問題を解いていろんな形式に慣れていくっていうこと以外に対応する術がないんですよ。でそれをやってもねまた違う形式の問題になった時に資料の読み取りをミスってしまう可能性っていうのはそんなに大きく下がらないと思うんですよ。だからなかなか難しい科目になってるのかなとは本当に思います。まあ、だからここそねうういう 形式の、まあ、見覚えのない問題とかに対する対応力をやみ込みにあげようとするんではなくて本当に見覚えのある問題ですね。この原価計算なんていうのはそんなにねあの見覚えのない問題っていうのは出てくることはないんである程度近しい問題とか、まあ、そういったものっていうのはどこかしらで見てるはずなんでね。 まあこういった原価計算の分野の方にしっかりと軸足を置いてねここで安定して得点ができるようにするっていうのが、まあ、この全体の得点を安定化させる上では、まあ、一番の方法なのかなというふうには思います。管理会計分野はどうしてもねこういう作文者によって色が思いっきり出てくるところなのでそのやみこもやったからといってそれが得点につながるかっていうと難しいところなんですよね。だからもう こういう情報処理の問題っていうのがとにかく苦手な方については管理会計でそんなにものすごい高得点を狙っていこうとせずにもう最低限得点比率52っていうのを下回らないようにするためにね守りの科目と位置づけてね対策を取っていくっていうのが、まあ、重要なのかなというふうには思いますただまあそれでもねやはりまあ管理で自分は得点したいんだっていう方についてはいっぱい問題を解いた方がいいですよさまざまな問題を解いてまず基本的な論点の理解を深めると。 でも基本論点であれば自分は何が問われても大丈夫なんだっていうそこの自信を、ね、身につけるってことも大切なんですね何かねその特定の分野について不安要素があるとその色眼鏡がかかってしまうと言いますかその問われていることがそもそもシンプルな内容であるにもかかわらず自分が分かっていないからねちょっとこの資料の読み取りの部分で何か自分ではねあの見落としがちなその作文者の意図っていうのがあるんじゃないかとか、まあ、そういう錯覚に陥るんですよ。 もっとそのシンプルに捉えればいいのにちょっといろんなねそのうがった見方をしてしまうっていう部分が出てくるはずなんですね。だからその基本的な知識の整理っていうところを行ってね、まあ、その基本的な出題であれば自分は何が出てきても対応できると、まあ、それがね一つの自信につながってあの普通に純粋な目でねその問題に対して取り組むことができるようになってくるのかなと思いますんで。 まあ結局まあご案内としては、ねまあ、いつも同じことにはなってしまうんですけれども典型的なもののそこの理解っていうのを深めた上で典型的な出題についての対応力をとにかく上げるこれがね逆にもうそれ以外やりようもないんで、あのー、同じ形式の問題を、ね、目にすることっていうのが管理会見の分野については基本的に起こらないと思いますから。 まあ一応ディシジョンツリーの問題はね、だいたい20年ぐらい前の法試験に同じような問題があったわけですけど、じゃあその過去問を20年とか30年やるのかっていうと、まああまり現実的ではないというか、30年分とか過去問を仕入れることもできないと思うんですよ。どこの予備校もそんなね、あの過去問30年分とかの解説動画とか上げてないですから。だからまあそういったね、その過去30年とか遡るっていうことがまあ難しいわけですからね。まあそんなことはやる必要性がないと。やったところで同じ問題が出るかどうかわからないんでね。 だからもう本当に繰り返しになるんですけどもあのしっかりとね問題演習を行って基本的な部分を固めると、まあ、これがとにかく大切になってくるんでね。 その作業をまあ、これから先あのまだ合否は分からないわけですけども今、勉強これからね次年度に向けて一応やっておこうかなって考えている方はあの今、手持ちの教材があるかと思うのでまあ、その部分でそのやり残しているものがあるとかあるいは理解が弱いものがあるなっていうところが、まあ、ある方についてはねそこを重点的に潰すという作業を今この時間のあるうちにやっていただくと、まあ、今後の役に立ってくるのかなというふうには思います。はい まあ非常にね、ただ、あのー、抽象的なアドバイスになってしまって申し訳ないんですけれども、まあ、管理会計は、そういうちょっと非常にね、担当でも論文でもそうなんですけど、まあ、厄介な科目になってくるのかなとは思いますね。今後の試験でもこういう問題がね、まあ、続いてくる可能性っていうのがやはりありますので、ん、まあ、試験の先生方もね、この受験生の出来栄えによってね、次年度の試験の難易度とかをちょっと調整されるのかもしれないんですけども、 ただ、担当式の本試験を見ているとそういう、ね、あの傾向もないのでここ最近は次年度もこれぐらいの難しい問題になってくるのかなとは思いますんでねだからまあ一応これぐらいの問題が出てくるんだっていう心づもりはした上でねその上であで簡単な問題も絶対に中にはありますんでそこにしっかりと時間を割いて確実に得点を積み上げていくっていうことはねあの本試験の中で対応できるようにこれから準備を進めていただければなとは思います。はい で、今からね、解説をしていきたいと思うんですけれども、もう簡単な解説ということになりますのであの、詳しいことはこちらの回答解説の冊子の方をご覧になっていただければとは思うんですが、まず第1問問題1ですね。第1問問題1のこの問いの1。 これはね、絶対できなければいけないですね。あの、これ落としちゃうと、もうものすごい大きな失点につながるかと思います。ちょっとね、少数点以下も出てくるのであの、自信が持てない回答になるかとは思うんですけれども、まあ、それでも計算構造的にね、むちゃくちゃ簡単な問題なんで、まあ、これを落としてると、ちょっと厳しい結果にならざるを得ないのかなとは思います。まあ、こちらのボックスですね。まあ、こういったものを書いていただいて、 対応していけばいいというところですので、まあ、こちらね、あのボックス上の数値を追いかける形で、まあ、復習してみてください。はいまあ、特に難しいところはない問題です。で、次の問いの2番のところですね、まあ、こちら、理論問題で穴埋めになっていて、まあ、ここも、ね、穴埋めはそんなに難しくないかと思います。あの選択肢が 与えられているのでまあ容かなと一、まあ、所ミスぐらいでねあの収まっている方が多いんじゃないのかなとは思います特に123なんかね特に難しくはありませんので、まあ、こちら部門別計算、まあ、工程別計算の目的っていうところが分かっていれば、まあ、何らね問題なく回答することができるかと思います、まあ、4番も簡単ですね、まあ、これは部門別計算 あ部門っていうところに工程がね対応してますよっていうところで、まあ、1234はね難しいところはないと思いますね。まあ、5番のところがねあのちょっとなんだろうっていうふうに一瞬ね手が止まるかもしれないんですけども、まあ、落ち着いて考えればね、まあ、これは共通費の話なんだってことが、まあ、分かるのかなとは思いますので、まあ、一応選択肢が与えられてるんでね、まあ、時間をかければね、まあ、これが入るんじゃないかっていう当たりはつけることはそんなに難しくはないと思います。はい まあ問いの2番もね、ここは十分得点ができるところですね。まあ1にはね、だから絶対落としちゃいけないところですよ。落としてもまあ1問ミスぐらいでとどめないといけないかなというところです。で、次の問いの3番ですね、こちら。まあ原価計算担当者が当工場において加工表よりも全原価要素工程別総合原価計算の採用を提案した理由を簡潔に説明しなさいと。 まあこの全ての原価要素を工程に集計してね、まあ、計算を行うその目的が何なのかっていうところを考えてあげた時に、まあ、これは正確な製品原価の計算が目的にあるわけですよね正確な製品原価の計算という目的がある、まあ、それを軸に考えながらねちょっと肉付けをして文章を構成していけばいいだけなので、まあ、模範回答としてはこういった形になりますよと。 まあ、加工表によると、原料費に関しては工程別計算が行われず、各工程で生じる幻想の発生状況を製品原価計算に正確に反映することが、まあ、できないんで、まあ、全原価要素を工程別総合原価計算が望ましいんだと、まあ。この計算の正確性という観点からね、記述をしてあげればよかったと。まあ、回答のね、あの、内容としては、まあ、この表現としては様々ね、あるかとは思いますので、別にこの表現通りでなくても構いませんね。はい。で、次の問いの4。 ここもね、あの、比類化の理論なんかがしっかりと分かっていればね、対応することができる内容だったかなと思います。まあ、空欄8はね、ちょっと埋めづらいのかなとは思いますけど、比類化法によればね、最終製品の原価を構成する工程費ごとの内訳が明確化されると。 ここの8番の内容はね答え見ればまあ確かにそうだよねってことですぐにわかるんですけどまあ本試験の問題解いていく中だと、まあ、何が明確化されるんだろうっていうねここの明確化っていう表現でねあのー、なかなかピンときづらいところだったのかなとは思いますだからまあ8番は最悪できていなくてもいいかとは思いますねただまあ9と10っていうところについてはここはね正解することができるところかなと まあ9番は原価の見積もりですね。まあ、原価の見積もりに役立てることができると。比類加工を採用することによって、まあ、原価要素ごとにね、製品原価を構成する金額っていうのを把握することができますから、まあ、原価についてのシミュレーションっていうのを行いやすくなるわけですよね。まあ、原価要素について、例えば原材料費っていうのが10%上がった時に、まあ、完成品の原価どうなるのかとか、 あるいは作業能率っていうところが5%改善したときに完成品原価がどうなるのかっていうそういったシミュレーションっていうのを容易に行うことができるんで、まあ原価の見積もりに役立てることができますよと。まあ原価見積もりっていう表現通りでなくてもね、これに近しいニュアンスのね回答であれば特に問題はないかと思います。 あと、丸10。これは原価標準ですね。まあ、ここはもうね、あの、ほとんどの方が正解できるかと思います。低製品単位あたりの標準原価のことを原価標準って言い方をすると。だから比較的ね、この問題1の理論っていうのはどれもね、まあ、組みしやすい内容といいますか、まあ、得点をね、あの、しやすい内容となっているんで、ここで取りこぼしが起きてはまずいところかなとは思います。はい。 だからさっき言ったように、問いの2番で1問ミス。で、問いの4番のこの空欄8で、まあ、ここはミスが生じてもしょうがないのかなと思うので、まあ、全体として本当に2問から、まあ、3問ぐらいのミスでとどめないと厳しい結果になってくるかなとは思います。はい。で、最後の問いの5番、冒頭で申し上げましたが、比類加法の計算ですね。まあ、これが厄介ですね。 まあ第一工程第二工程で生じる減損費これを適切に処理しなければいけない問題で、まあ、こういう計算するんだったらねそもそも非度外症を適用してね適切な負担関係を加味した計算をやればいいわけなんですけどあえて度外症で効いてくるところがね非常に厄介なところなのかなとは思います別にこんな計算をすることにね実務的に特に意味がないですからね 非度外症を潔く採用した方がね分かりやすいですしそっちの方がね計算の経済性の観点からもいいと思うんですよただまあ本文ではねそんなこと言っても度外症が問われてるんであのそれに対応していかざるを得ないわけですけど何が厄介かっていうとこの第一工程の減損ですね、まあ、これの取り扱いが厄介第一工程の減損っていうのは第一工程終点で生じていて 終点で生じるということは第一工程の月末仕掛か,かり品には負担させたくないんですよ。第一工程の月末仕掛かかり品には負担させたくない。この原損を負担するのは第二工程の完成品と第二工程の月末仕掛か,かり品が負担するんだと。 じゃあどうやって計算していけばいいかっていうとこれいきなりねいつも通りその両者負担の計算をやってしまうとダメなんですよ要はこの当月投入18,200からいきなりこの1 2 0 0ロっていうところを除外してね原材料費の単価の中に減損費っていうのを含ませてねその単価を使って 完成品や月末仕掛かり品の評価をしてしまうと、第一工程の月末仕掛かり品原価の中にも減損費が混入することになりますんで、まあ、それは避けなければいけないと。負担関係っていうのを適切に加味していきたいと言ったときに、じゃあどうすればいいかっていうと、もう初めにこの数値関係で、第一工程の月末仕掛かり品だけ原価を計算しちゃうんですよ。原材料費については、 当月2444万2600円っていうのが示されてますがそれを1万8 2 0 0キロで割り算してまあ原損費を含んでいない単価に基づいて月末仕掛か,かり品の1 2 0 0キロを評価して161万1600っていうのが原材料費の金額として求まりますでこれでもう月末仕掛か,かり品については除外すると計算からこれを除外しますよと 月末しかかり品の原材料費の計算についてはこれでもう完結しているわけですから、まあ、これ以上はもう計算から除外するだから2444万2600から161万1600を引いた2283万1000円っていうのが、まあ、これが当月投入された原材料費のうち完成品この第一工程完成品原価っていうのを構成する部分です で第一工程完成品原価っていうのは第二工程に振り返られていて最終完成品と第二工程月末仕掛かり品になっていくのでまあボックスを描くとこうなりますと昼以下なんでこういった原価要素ごとにボックスを描いていくわけですが、まあ、第一工程の原料費、まあ、第一工程の月初が1000キロ第二工程の月初が2000キロでこれ当月投入っていうところが、まあ、これが1万5800キロになっていますけども1万5800キロですね まあこれはどこから出てきた数値なのかっていうと、まあ、この第一工程完成品16,800キロのうち、まあ、月初仕掛か,かり品で完成品になったものを除いた、この15,800キロですね。まあ、当月着手の完成品の数量ということになります。まあ、当月着手の完成品の数量ですね。 あるいはねあのそれがちょっと分かりづらければこの月末仕掛かり品っていうのは今さっきも金額は確定したわけですからこの当月投入から除外すると、まあ、実際に原料費の金額月末仕掛かり品が負担する金額を控除しているわけですから1万8200からこの1200を除外しで減損についてもこれは除外してあげた1万5800っていうところをここに取ってるとで一方ボックスの右側 まあ第一工程の月末の計算終わってるんで第2工程の月末仕掛か,かり品とあと第2工程の原損については工程の終点で発生しているんで完成品のみ負担となりますから完成品と正常原損合算してあげた1 6 4 0 0キロっていうのをボックス上取ってあげればいいと、まあ、この数値関係に基づいてね第1工程原料費を最終完成品や第2工程月末仕掛か,かり品に安分していけばいいよと まあ、とにもかくにもここが難しい第一工程の月末仕掛かり品を一旦切り取って計算し当月の原材料費から控除してそしてこちらのボックスを描いた時の当月投入の部分ですね1 8 2 0 0キロから1 2 0 0キロの月末と1 2 0 0 k ロの正常減損っていうのを除外した残りの15,800っていうのをボックス上に取ってあげる必要がありますよと。 まあこういうね、数値の整理ができるかどうかっていうのが、この問題のポイントになってきまして、まあ、初見だと対応はできないと思います、これについてはね。やったことがあればね、あのうまく対応はできると思うんですけど、やったことがないと対応は不可能だと思いますね。その場で考えてっていうのは、よほど対応力高い方でも、厳しいかなとは思います。 でこの第一工程の原料費の計算っていうのができれば、おそらく第一工程加工費の計算も対応できると思います。まあ、このあたりはもう0か100かの世界だと思いますね。できている方は全部できているし、できていない方は全部できていないと思います。まあ、比類加工においては第一工程加工費の計算でね、この第二工程の月初仕掛かり品の、まあこの加工換算量ですね、完成品換算量。まあ、これは進捗度100%で計算しなければいけないというのが、まあ、ポイントだったわけですよね。 第2工程まで至っている仕掛かり品であれば第1工程の作業というのは100%を終えているわけですから最終的な完成品単位あたりが負担すべき第1工程加工費と第2工程の仕掛かり品単位あたりが負担すべき第1工程加工費の金額は同じになるはずなんでねもう100%第1工程の作業を終えているわけですから、まあ、進捗度100%を前提にした計算を行わなければいけないと。はい 比類化法をねわからないという方はこの部分の理解が弱いのかなと思いますんで、まあ、しっかりとね状況の整理を行ってくださいねはいあとまあ第2工程加工費の計算はここは問題ないですね第2工程の加工費の計算は、まあ、ここは類加法と特に変わりはありませんので、まあ、いつも通りの計算を行っていただければ、まあ、特段問題なく回答にたどり着くことができるかと思います よろししいでしょうかあ,あとちなみにこれ全部ねできてる方はできてるしできてない方はできてないっていうご案内をさっきしたんですけど、まあ、これ今回問われている完成品総合原価における第2工程加工費についてはね、まあ、これは対応することができますね。第2工程加工費は別にここの金額を答えればいいだけなんでね。 普通に第2工程加工費のボックスを書いて完成品が負担する金額を計算すればいいだけなんでまあ括弧四4番だけはねあの十分拾える内容なのかなとは思いますはいまあ以上が今回の第1問問題1ということになりますで次第1問問題2の方に移っていきたいと思いますけど 標準原価計算における再分析であったり勘定記入というのが問われている問題ですね。まあ、こちらの問題は冒頭で申し上げました通りね、まり、あ、高得点取らないといけない問題ですね。これはねちょっと一見、ね、難しそうに。 パッと見は見えるところなのかなとは思うんですけども、まあ時間かければね、十分回答することができる内容だったかとは思いますので、まあこれで得点ができていないと、本当に結果としてはね、厳しいものになった方が多いんじゃないかなと思います。まあもちろんね、他の,あの問題で得点ができていればね、特段問題はないんですけども、まあ、この問題が一番取り組みやすい問題だったかとは思いますので、まあここで得点できないと、まあ確率的にはね、あの、高い確率で、 目標点数を下回ることになるんじゃないかなとは思います。でまず問いの1こちらはねあの標準原価計算を採用する目的ですね、まあ、原価計算基準の40番の内容に明記されていたわけですけども、まあ、原価管理っていうのを一番重要な目的に考えて棚卸さんの評価であったりだとかあるいは見積もり財務指標の作成、まあ、予算編成ですね予算編成であったり基調の簡略化迅速化っていうところが基準の40番に明記されているんで。 まあそこの内容を、ね、あの復習できていた方であれば正解することができる内容だと思います。で問いの2番今度これは類加法に基づいたね工程別計算を行った上で、まあ、この前工程仕掛かり品勘定5工程の仕掛かり品勘定っていうのを作っていく問題です。 まあ第一工程第二工程っていうふうに読み替えてもらって構いませんし、まあ、第一工程の仕掛かり品勘定と第二工程の仕掛かり品勘定を作っていくだけなんでねここはねもう確実に対応できなきゃいけないんですよ何にも難しいことは問われてませんもう解説の方をね確認していただいて、まあ、この部分は完登しなければいけない内容であるということをね確認してくださいで次の問いの3番これも十分完登できる内容ですよ ちょっと問われている項目が多いんですけれども、まあ、どの際についてもね、特に難しい計算を要求する場面っていうのがないので、まあ、数が多いんでね時かかか、時間はかかるかもしれませんけども、まあ、十分完当できる内容なんでね、まあ、ここはね、あのー、ぜひ時間をかけて対応してもらいたかったかなというところではありますね。はい、だからまあ問いの1、2、3っていうのはどれも優しい問題だったかと思いますんで、 まあこれは一通りね、合わせてもらいたいところではありますね。で、問いの4番、まあ、例外管理という話になりまして、まあ、例外管理とは何なのかっていう、この問いの3の結果を使って具体的に説明しなさいねということで、まあ、模範解答はこちらですね、前工程の予算債や後工程の陳立債のような金額の大きな債に対し、経営管理者の注意を向けさせ、発生原因の調査や改善策を講じる管理方法のことであるということで、 まあ例外管理という言葉はねあのテキストなどでも目にしたことはねあるかと思いますのでまあこの辺りについてはね比較的模範解答に近しい内容が書けた方多いんじゃないかなとは思います、まあ、少なくとも部分点は拾える内容だと思いますねまた有効な例外管理を実現するために原価概念としての標準原価はどのような要件を満たす必要があるか、まあ、これ難しいですね あの何を答えていいのかっていうのが悩ましい問題だと思うんですけども、まあ、こちら模範回答で、まあ、実際原価と比較できるよう科学的統計的調査に基づき能率の尺度となるように予定しその後生産の諸条件の変化が生じた場合にそれを反映して、ね、適宜改定していく必要性がありますよと、まあ、この当座標準原価っていうところをね、まあ、この問いから思い出したかどうかっていうのが一つポイントになってくるかと思います。 当座標準ですね、まあ、現状の水準に即したね標準限界にならないと、まあ、例外管理っていうのを有効に行うことっていうのができないですよとだから回答としてはね非常にシンプルなんですけどあまりこういった形での問われ方がねあの見たことないと思うので。 答えるべきことをね、その頭の中のね、引き出しから引き出すことっていうところがなかなか難しかったのかなと思います。だから問いの4番はね、1番で部分点が拾えていてはいればね、特に問題はありませんので、まあ、2番についてはできなくても、まあ、構わないかなっていうところです。で、次の問いの5はね、これは当連とかでもね、あの、散々出してきたところになりますけど、理想標準原価ですね。 原価計算制度において理想標準原価の採用というのがなぜ認められていないのか、まあ、その理由の部分というのが問われているわけですけど、まあ、理想標準が制度的に認められていない理由、まあ、これは2つ理由がありましたね、まあ、1つはこの現場作業員の動機づけを損なうと、まあ、一切の無駄を許容する、まあ、許容していないね、まあ、そういった理想的な状況を想定してい,た想定している標準原価になりますんで少なくとも短期的な 達成目標としてはこれは機能しないわけですよ。達成可能性の観点から問題がありますと。1か月や2か月やそんなねスパンでは達成することが通常難しいので、それを目標に掲げてしまうと、まあ、現場作業員のやる気を損なってしまう恐れがありますよと。また2番ですね。理想標準っていうのは実際原価と 通常大きく乖離することになりますんでこの理想標準原価っていうのを使ってしまうとさんの評価っていう観点から問題がありますよと、まあ、そもそも田野さん価学っていうのが真実の原価にならないと実際原価と大きく離れてしまうわけですからそれって本当の原価と言えないですよね財務指標を作成の観点から見てこれは問題があるんじゃないのかという話ですねはい。 まあこちらはもう典型度も高いところで、まあ、問題集とかでもね、取り扱っていたところですから、まあ、十分ね、模範解答に近い内容を書けるのかなと思います。だから、こうしてみるとね、やはり、その第一問の理論っていうのは、問いの4番はちょっと難しかったんですけれども、まあ、それ以外っていうのは、そんなにね、あの内容的に難しいところっていうのは何も問われていないので、基本に忠実な問題なのかなとは思います。で、次の問いの6番ですね。 まあこれのね出来不できで結構差はつくと思いますね。すいませんちょっと待ってくださいね。えっと まあ、こちらの問いの6番ですね。前工程非勘定と後工程非勘定っていうのが問われていて、まあ、これ工程非ですからね、比類下法なんで。前工程の仕掛かり品勘定、後工程の仕掛かり品勘定の記入が問われているわけではなくて、前工程非、すなわち、まあ、こちら、 原材料費ですね。今回、第一工程で投入しているのが、原材料の A ということになりますんで、まあ、この A 原料費と第一工程の加工費ですね。A 原料費と第一工程加工費が、完成品や月末仕掛か,かり品、あるいは月初仕掛か,かり品の原価の中にいくら含まれているのかっていうのを計算する。また、第二工程の 原料費 B でああ D であったり、まあ、D 原料費であったりだとか第二工程の加工費っていうのが完成品や月末仕掛かり品にいくら含まれているのかっていうのが問われているんで各工程ごとの仕掛かり品勘定の穴埋めをしていくわけではなくてこういう工程費っていうところに着目をした計算をしていかなければいけないんでね比類下方の基本的なねその辺りの考え方が分かってるかどうかによって回答できるかどうかね変わってくるのかなとは思います。 まあここだけ見ておきましょうか。まあ、この前月繰り越しのところ、まあ、この前月繰り越しができれば次月繰り越しもできるでしょうし、まあ、完成品の部分もできるでしょうから、まあ、ここができるかどうかがまあほぼ全てで言ってもいいのかなと思います。この前月繰り越しというのは、第一工程の月初仕掛かり品、第二工程の月初仕掛かり品に含まれている、第一工程の原材料費、第一工程の加工費の金額っていうのが問われているんですね。 だから皆さんがやるべきこととしては第一工程月初仕掛かり品原価の中にいくら第一工程費が含まれていて第二工程の月初仕掛かり品原価の中にいくら第一工程費が含まれているのかっていうのをそれぞれ計算していくことになるんです、まあ、具体的に第一工程の月初仕掛かり品の、まあ、原価の計算っていうのはこれは別に類加法と何ら変わりはないですよ普通に第一工程の月初仕掛かり品原価を求めてあげればいいだけです 原料 A については1個当たり7,200円加工費についてはねこれ直接労務費と製造間接費を合わせてもらって 7,500+2,400 で、まあ、9,900ってことになりますから、まあ、9,900に第一工程月初仕掛か,かり品の換算量を掛け算してあげれば加工費を求めることができますね。はい 1> まあ第1工程の月初仕掛かり品原価を一旦計算し次に第2工程の月初仕掛かり品原価に含まれている第1工程費っていうのが問われているのですなわちこの第1工程完成品っていうのは7200円たす7500円たす2400円で1万7100円っていうのが第1工程完成品の原価ってことになります。 1> 1万 7, 円ですねでこの1万7100円に第2工程月初仕掛かり品の数量500個っていうのを掛け算することによって第2工程月初仕掛かり品に含まれている第1工程費っていうのを計算することができますもう第1工程で発生しているコストであればね第2工程の月初仕掛かり品だろうと月末仕掛かり品だろうと完成品だろうと 単位あたりがが負担すすべき金額が同じにななるはずなんですよ、ねまあさっきも申し上げましたけど第2工程まで至ったものであれば第1工程の作業は100%完了しているわけですから進捗度は100%を前提に計算しなければいけないわけですよだから第2工程の月初仕掛かり品に含まれている前工程費っていうところは1個当たり1万7100円で第2工程月初仕掛かり品の数は500個なんでその金額を求めて 先ほど求めた第一工程の月少仕掛品原価と合算すれば空欄 A を求めることができますね。はい、もうここの考え方ですね。前工程費、まあ第一工程第一工程費の計算っていうのが問われているんだと。 そこをしっかりと認識してくださいね。これ、前工程費って書いてるから、第二工程の仕掛かり品とか、第二工程の完成品原価を計算するのかなっていうふうに、まあどうしてもね、その額面的にこれを見てしまうとね、そう捉えてしまうんですけど、あくまでもこれは累加法における前工程費の計算をしているわけではなくて、比類加法における前工程費の計算を行っていることになるんで、その第一工程費ですね、第一工程で生じる減量費と、 第一工程で生じる加工費の計算っていうところを行ってるんだというねそこの認識をねしっかりと持たないと足元救われることになりますからねこの問題ができていないっていう方についてはテキストレベルでまず比類化法の復習をしてくださいしっかりとそのテキストの内容が分かればねこちらの問いの6番についてもできるはずなんで一旦テキストに立ち戻ってからねまた再びこちらにチャレンジしてもらうといいかと思います。 で次の問いの7は簡単ですね。まあ、内部振替価格の設定ということで、もう各自で見といてもらえればいいかと思います。はい。よろしいでしょうか。以上が第1問についての解説です。で、次、第2問ですけれども、第2問の問題1、こちらは事業部制会計ということになりますが、 まあ冒頭でも申し上げました通りねこれはもう管理会計の理解云々の世界ではなくて、まあ、情報処理の世界の話になってくるのでここの資料の読み取りっていうのができるかどうかがもうほぼ全てですね。とはいえね問いの1番と問いの2番っていうのは言ってもできなくはない内容なのかなとは思います。 問いの1番と問問いいのの番番ですね、まあ、問の1番はまあそもそも理論なんでね別にシェアードサービスっていうのを答えてあげればいいだけなんで、まあ、シェアードサービスについても理論問題集とかでまあ触れているんでね、まあ、言葉自体は覚えていた方が多いかと思いますで問いの2番のこのデュポン方式、まあ、デュポン展開に基づいた収益性分析、まあ、これは売上高利益率と資本回転率に投資利益率を展開していくというやり方ですね A 事業部と B 事業部のまあ損益計算書っていうのを作ってあげてまあ利益を求めた上でまあ投資の利益率を算定し売上高利益率と資本回転率に展開をしていけばいいだけですよとまあ問いの2番はね落ち着いてやれば全然正解はできる内容かなとは思いますだからこの12がちゃんとできていればねこの問題についてはもう御の字なのかなと思います 一応、こちらに解説とかは載せてありますので、まあ、見たい方は、ねまあ、画面とかを止めて、まあ、各事業部の損益計算書の作成ですね、ちゃんとできているかどうかを確認してください。で、まあ、デュポン展開ですね、こちらについても特に問題はないかと思います。PL の作成さえ間違えていなければね、まあ、計算としては特に難しいことは何も問われていませんので、 まあ投下資本利益率を計算し、これを売上高を倍回項にして、売上高利益率と総資本回転率に分けていけばいいだけですね。はい、で、問題は、次のところですね、この問いの3番というか、まあ、問いの4番か、まあ、問いの4番の出来っていうところでね、大きく差がつくのかなと、まあ、問いの3番はね、何かしら書けると思うんですよ。 ちょっとこれはね、模範回答通りってわけにはいかないと思うんですけれども何かしらねかするような内容っていうのは十分記述することができると思うので、まあ、部分点は拾いたいかなっていうところです。まあ、予見文に示されているね、このライフサイクルが成熟期にある旧製品、まあ、これについて同一市場で争うことから予算という固定的な目標ではなくて 経営者の業績という相対的かつ客観的な目標を設定することによって、この競合他社を意識した事業部の管理を促す意図があるんだと。競、ま、合、あ、他社に追いつけ追い越せ、まあ。そういった意識っていうのを B 事業部長に持たせることが狙いとしてはあるんだよってことがね、かけていれば正解ということになります。まあ、結局はね、成熟期にある 製品なんでまあ、しのぎを削り合うことになるわけですよ。もう視野の取り合いになってくることになりますんでね。競合他社を意識したね。事業部運営っていうのを行わせないといけないよ。っていう話なんです。はい。市場環境っていうのは刻一刻と変わりますからね。1年前に設定した。そんな固定的な目標を目指してね。事業分営してるようだと、そういった市場環境の変化にも対応することができないので。 まあ競合他社それを意識させた事業部のマネジメントを促していく狙いがあるんだとで次の問いの4番がさっき言った通り、まりできる方できない方で差がつくちょっとねこれ穴埋め箇所多すぎると思うんですよ、ね、あのー、まあこれ文句言ってもしょうがないんですけど時間制約があるんでね別にこれ C 事業部だけでいいじゃないかと思うんですよ。 C 事業部ができたら D も E もできるわけですからねわざわざ何でこれ3つ聞いてくるのかなっていうねその辺りのちょっと出し方についてねまあちょっと文句を言いたくなるところではあるんですけどこれ同じ作業を繰り返すだけですからねまあ皆さんとしてもねその焦っている中でね同じ作業を繰り返すとは言っても途中でね何らかのミスっていうのが生じることが可能性としてはかなり高くなりますから3つもねこんな穴埋めさせるっていうのがあんまり意図がわからないんですけども。 これもう皆さん復習される際にもね、C 事業部だけやればいいですよ。もう D とか E とかやんなくていいですよ。そんな同じこと何回やってもしょうがないですし。あ、まあ、C 事業部よりも D の方がいいかな。まあ、D 事業部だけやればいいですよ。もう D 事業部はできて、他の事業部ができないなんてことはありえないですから。まあ、D だけやるで結構です。で、まあ、見ていきたいと思いますけど、D 事業部のこの外部顧客への売上高ですね。これは、こちらの資料2番見てあげた、D 事業部ではアルファ製品 R, R 製品っていうのが2000個、S 製品っていうのが3万個、T 製品が1000個ですから、この RST の販売単価ですね、この5000と7000と1万2000っていうところを掛け算して合算してあげれば、外部顧客への売上高っていうのを計算することができます。まあ、2億3200万円ですね、これまた数字もでかいんであの、ちょっと記入ミスというかね、電卓をね、見間違えるっていう、そういったリスクがね、結構出てくるのかなと思います。 で、今度、この空欄になっているところ、ここはまあ事業別の PL で内部振り替えなんかも行っているんで、このアスタリスクのところっていうのは他の事業部への振り替え高っていうのがここに記入されることになります。他の事業部への振り替え高。すなわち D 事業部では、この S 製品っていうのを作っていて、S 製品は他の事業部、すなわち C 事業部と E 事業部に対してそれぞれ4500個と3500個の内部振り替えがなされているっていうのがこちらの資料からわかるんでこの4500と3500に内部振り替え価格っていうのを掛け算して合算してあげれば他事業部への内部振り替え高を計算することができますで内部振り替え価格については地価差し引き基準っていうのが採用されていてそれぞれのこの地価から 回避可能な変動販売費っていうのを差っ引いていく S 製品については7000円から500個を差っ引いた6500円ということになりますので6500円っていうのを、まあ、この4500個と3500個の合計に対して掛け算をしてあげれば他の事業部への内部振り替え高っていうのを計算することができます5200万円ですね、まあ、それがこちら D 事業部の 他事業部への振替りり高です。外部顧客への売上高と合算して売上合計っていうのが求まります。で次変動費のところ次事業部製品の変動製造原価っていうところで、まあ、ここは結構間違いが生じやすいのかなと思うんですけど D 事業部ではこの S 製品を何個作ってるかというと 4500+3 万 +3500 の合計3万8000個作ってるわけですよ。 この3万8000個に対する変動製造原価はいくらかっていうのが問われてるんで S 製品の1個あたりの変動製造原価は1800円ですからこれを掛け算してあげれば6840万円っていうのがここに入る数値ですでまたアスタリスクで空白になってますけどここは他の事業部からの振り替え高っていうのが記入されることになります他の事業部から振り替えられてきた金額ですねこの、 D 事業部では、R 製品と T 製品っていうのを他の事業部から振り替えを受けているんで、この R 製品と T 製品に対して内部振り替え価格を上じてあげればいいと。R 製品だったら5000円引くことの500円。5000引くことの500円で4500円かけることの2000個。T 製品であれば、こちら。5000円引く500円かけることの1000個と。 この両者の合計求めてあげれば、2050万円っていうのが他の事業部からの振替りえり高として求まる。これが空欄 E ですね。で、次の変動販売費。まあ、これは D 事業部が販売している2000たす3万たす1000と合計3万3000個販売しているので、これに1個あたり500円っていう変動販売費の単価ですね。掛け算してあげれば、 D 事業部の変動販売費を求めることができますよと。はい、よろしいでしょうか。まあ、ここまでできればね固定費とか本社費共通費の負担額とかっていうのは特に難しくはないのかなと思いますので、まあ、D 事業部の事業部営業利益までたどり着けるかと思います。 ただいかんせんね時間制約がとにかく厳しいので、まあ、最後までたどり着ける方っていうのは相当限られてるかなとは思いますよろしいでしょうかまあなかなか厄介な問題なのかなとは思いますね まあ、ただこれはね時間かければ一応できる問題ではあるのであのここにちゃんとリソースを割いたっていう方であればね結構点数取ってくる方もいるのかなとは思いますただまあさっきも言った通りね別にできないからといってねあの合否を分けるような問題にならないのでできていればものすごく得点比率を伸ばすことができる、まあ、そういう内容だったのかなとは思いますねはいよろしいでしょうかであと 空欄「う」のところはねここ実は一番簡単なんですけど空欄「う」のところっていうのはこれ貢献利益と言われてますけど結局この問題ってあの内部振り替されてその内部振り替されたものを会社外部に売ってもね特に貢献利益っていうのは生まれないんですよ。 内部振り替されてくるものっていうのはしか差し引き基準で振り替えられてくるので例えばこの D 事業部に振り替えられてくる R 製品であれば5000円引くごとの500円で4500円で振り替えられてきたものにこの500円の変動販売費を,売費を加えてねお客さんに対して販売することになるんで結局内部振り替されてきたものを外部,外部の顧客に売ったところでその事業部の利益にならないわけですよ。 だから、このクーランウンのところっていうのは、E 事業部が作った、こちらの T 製品ですね。T 製品の貢献利益の金額。それを回答として答えてあげればいいんですよ。T 製品っていうのは、この合計7000個作っていて、7000個作っていて、1個あたりの貢献利益はいくらかっていうと、12000から500円を差っ引いた11500円ということになりますから、 ま、11,500円ということになりますからね。まあ、それを乗じることによって、まあ、貢献利益を計算することが、あ、11,500じゃなくて、こちら一12,000から5,000と500円を差っ引いたね。えっと、6,500円ですね。6,500円に対して7,000個っていうのを掛け算すれば、4,550万っていういい事業部の貢献利益を求めることができるんで、まあ、実は空欄うのところが一番簡単だったりはします。ただま、そんなことを気づける方も少ないのかなとは思いますんでね。 まあ、現実的には対応が難しいと思います。まあ、できてこの空欄、あのところぐらいかなと、ここはね、あのそんなに時間かからずに対応ができるところではあるので、まあ、ここができていれば、おんのじって感じですね。はい、そして、まあ、問いの4番の説問に、これ、K レバレッジですね。通りの中でもね、あの、何度か K レバレッジについてはね、今年ちょっと怪しいんじゃないかなとは思っていたんで、まあ、出していましたけども、まあ、この K レバレッジについて、 まさにその内容が問われていますよと。で、まあ、事業部の PL が作れていなくてね、K レバレッジの具体的な数字が計算できていなくても、まあ、K レバレッジケースっていうのを指摘することができていれば部分点は取れるのかなとは思いますので、まあ、そこで得点がね、あの、1点でも拾えれば十分かと思います。で、最後、問いの5番。T 製品の現況を考慮し、良い,い事業部を評価するにあたって、 追加的に注視すべき財務指標を説明しなさいねってことで、まあ、この T 製品っていうのはこれは導入期の製品であるという、まあ、こういったね前提が置かれていて、まあ、導入期っていうのはこれからどんどんね会社の知名度っていうのを上げていく必要性があるわけですよ T 製品の知名度っていうのをどんどん上げていってシェアをねどんどん取っていく必要性が出てくるんですねだから売上高の成長率とか売上高の広告宣伝比率 ま、こういったものに注目すべきであるというところがまあ結論ということになります。まあ、この売上の成長率とか、あるいは広告宣伝費の比率とかっていうのはどっちかかけた方はね。結構いるんじゃないかなと思います。まあ、とはいえ、全くね。見当違いなことをあの書いてしまう方もかなり多いと思うので、まあ、問いの5番っていうのは別にできていなかったところでね。そんなに問題はないかと思いますんで。 まあ全体としてはね、この第2問問題1っていうところは、あまり得点はね、高得点は狙えない内容かなと。あの、問いの1番、問いの2番っていうのがしっかりできていて、で、問いの3番と問いの4の設問2っていうところでちょっと部分点は拾いたいかなっていう感じです。まあ、それでトータル、そうですね、本当に5、6点取れてればね、あの、かなりいい感じなのかなと思います。10点取れる方はね、相当得点比率伸ばすことができてるんじゃないかなと思いますね。 よろししいでしょうかそして最後は、まあ、ディシジョンツリーということでディシジョンツリーの問題ですねまあこれも時間無制限であればねそんなに難しい問題ではないんですけど、まあ、限られた時間の中でこの資料を読み取るのって非常にまあ難しいと言いますかあんまり読む気がしないと思うんですよね。 これやったところで多分できないんだろうなっていうもう初めからねちょっと勝負を諦めてしまうような出題に見えるんでまあほとんどの方はねこれは着手しなかったんじゃないかとは思いますまあどうですかねこの辺りはちょっと聞いてみないと皆さんに聞かないとわからないところではあるんですけれどももう少しね部分点が拾えるような仕様にしてくれてるといいんですけども なかなか今回ね部分点が拾いづらい内容なのかなと思いますまあできて問いの一番の1番と3番ぐらいですかね問いの一番のこの分子一と分子三、まあその計算ぐらいじゃないかなとは思います二っていうのは結構ねこの指示があんまりよくわからないなというねあの感じになるかと思いますので 初見だと割とと厳しいいいんじゃないかなか思いますで、まあ、今回はここの穴埋めっていうところがポイントになってくるわけですけど、まあ、この初めから大工場っていうところを建設している場合大工場を建設して最初の3年間高需要でその後も高需要の確率が56%最初3年間高需要でその後は低需要が14%で最初3年間低需要でその後も低需要が30%であると。 それぞれこれ分子123と番号が振られているわけですけど、このずっと高需要が続く場合というのは、まあ、この資料の3番の2の括弧コ1カッ2にデータが示されてますが、この年間の需要量は高需要の場合は5万個ってことになりますんで、まあ、この5万個製品を製造販売することによってキャッシュフローがいくらになるのかっていうのを求める必要性がある。まあ、ここの計算はね、あの別にシンプルな問題なんですが、販売単価から 変動費1個当たり引いてあげてこの8,000円に対して高需要の場合の5万個っていうところを掛け算するでそこから年間の固定加工費の金額と固定の販管費の金額を差っ引いてあげれば税引き前のキャッシュローが求まるのでそこに1引く税率を掛け算したものに対して減価償却の節税効果を加えてあげればよかったと。 だからこの分子1のね、毎期形状的に発生するキャッシュフローというのがいくらになるのかといいますと、まあ、これは21万8000円っていうのが求まりますね、21万8000円。まあ、最終年度だけ21万8000円に、この設備売却のキャッシュフローが加わることになりますんで、 設備を売却することによって、これ42万のキャッシュフローっていうのを獲得することができるんで、21万8000プラス42万で63万8000っていうのが2000罰、2000罰というか、2000罰10年か、2000罰10年における最終年度のキャッシュフローってことになります。なんかまあ、これはね、まあ、なんとかやれなくはないのかなと、着手していれば。 対応することはまあできなくただ、いかんせんね、あの、電卓の操作ミスとかが起こりやすい問題ですね。この原価係数も10年分あるんで、まあ、せめてね、ちょっと年金原価係数とか入れといてくれるといいんですけれども、自分で年金原価係数も求めないといけないので、まあ、めんどくさいですね、これはね。 まあ割引計算のやり方は人によってあると思いますけど、まあ、9年分の年金原価係数を求めて、最後の10年目については、もう複利原価係数を使って割引計算してあげるのがまあいいのかなと思いますので、まあ、そういった計算をしていただければ、丸の1番の賞味減在価値を求めることができます。で、次、の2分子丸2につきましては、こちら、問題文に指示がありますが、 丸二の 2000×4 年から 2000×09 年の各年のキャッシュフローを 2000× 年度末における現在価値に割り引く計算については一旦 2000×3 年度末時点での、えー、この現在価値に割り引いた上でさらにその金額を割り引くっていうこの段階的な割引計算が問われていると一旦この 2000×3 年ですねこの時点におけるねそれ以降のキャッシュフローの現在価値を求めて そこに、まあ、利減価係数を掛け算する形で、現在価値に直していきましょうという、この段階的な計算手続きが問われてるんですね。まあ、何はともあれね、キャッシュローの見積もりをしなければいけないということで、はじめ3年間のこの高需要っていうのが分子2では続いているというところで、まあ、この高需要っていうのが続いて、その後低需要になったって話ですから、この高需要の時、形状的に発生するキャッシュローは、これは分子丸1と何ら変わりはないと。 向こう3年間21万8000っていうのがキャッシュローとしては生じる。で、そこから先ですね。そこから先の7年間に関しましては、低需要が続くことになるんで、低需要の場合の販売数量2万個を前提にキャッシュローを同様に計算してもらうと、7万4000っていうキャッシュローが求まると。7万4000。 で最終年度は7万4000に、この42万というのを加えたね、設備売却の代金を加えた金額が最終年度のキャッシュローということになりますから、49万4000ということになります。はい、で、この7万4000、向こう、この 2000×3 年を基準に考えれば、向こう6年間生じる。で、7年後に49万4000のキャッシュが生じるんで、これらの割引計算っていうのを一旦行う。2000×3 年までの割引計算を行うんで、 ちょっとややこしいんですけども7万4000円については向こう6年分の年金原価係数を掛け算し 2000×3 年末までの金額価値を計算する49万4000円については7年の複利原価係数を掛け算し 2000×3 年末の価値に変換していく。 あすいません、2000×10 年はやらなくていいですね。2000×10 年は普通に現在価値に直せばいいんで、10年の複利減価係数掛け算すればいいですね。ここの 2000×4 年から 2000×9 年までの、この各年のキャッシュローっていうのは、一旦 2000×3 年の末の数値に換算するとここですね。だからすいません、この 2000×10 年は普通に現在価値に割り引くときに10年の複利減価係数を使えばいいですね。 7万4千に6年の年金原価係数を掛け算し、2000×3 年末の金額を求めると。で、それと、こちらの 2000×3 年の金額を合わせるような形で割引計算もしてもいいし、あるいはこの向こう3年分については3年の年金原価係数で割引計算をしてもいいので、まあ、やり方はいろいろ人によってあるかと思うんですけども、一旦とりあえずね、この7万4千が6年間連続して生じることになるんで、その現在価値を求めて、 それをさらに割引計算していくと。まあそういう段階的な計算をやってあげる必要性がありますよと。そして次の丸三番。これはずっと低需要が続くっていう話なんで、7万4000っていうキャッシュローがずっと続いていきますよという話ですね。で最終年度だけは節備売却がありますから、この49万4000と。だからまあ分子、 丸二番ができていれば丸三番もまあ必然的にできるかなと思いますんで、このキャッシュフローの見積もりさえ終われば、あとは割引計算をしていくだけということになりますね。まあ答え見ればね、別にどうということはない話なんですけども、まあ本試験の限られた時間の中でね、こういう見覚えのない自信のツリーなんかを対応していくのはまあ相当難しいのかなとは思います。あとまあ残りの計算についてもね、まあ地道にやっていくだけなんですけども、 い、まあ 2, ね、の2のの、ね、意思決定を行う局面においてこのすなわち、第3年度末に工場を拡張するきか否かの決定が最初に、まあ、考えられていくわけですけどこの意思決定基準として賞味現在価値の期待値最大化が捉えているとして拡張する場合の第3年度末時点の賞味現在価値の期待値と拡張しない場合の期待値の差をね計算しなさいねと。 まあどっちが期待値大きくなるのかと、ここの拡張する場合と拡張しない場合だから今の問いの一番と一緒でこの4番5番の賞味現在価値の期待値っていうのを求めるのと5 6番7番の賞味現在価値の期待値を求めてその差を比べてあげればいいだけなんでもう今の問いの一番と同様の計算を行うことになりますね。 まあこういう計算を行っていけばいいというところでもう回答プロセスね載せておきますのでこちらの方を確認してみてくださいそして問いの3番ではこの大工場を建設初めからするのかこの小工場を建設してから後からね、まあ、そういった拡張なり何なりをねする方がいいのかっていうところをね検討していくというところが問いの3番ですね まあ大工場を建設する場合というのは、これは問いの一番で求めた通りね、一番から三番までの賞味現在価値の期待値を求めてあげればいいですと。なんからこれ問いの一番がね、あの、そもそもできていないと問いの三番もできないということになります。でそして小工場をはじめに建設する場合、 初めの3年間が好需要の場合っていうのはこれ問いの2番ができていればね拡張すべきであるっていう結論に達するので最初3年間が好需要だったらこれ拡張する方が期待値が大きくなりますから、まあ、拡張する前提でねこの問いの2番で求めた拡張する場合の賞味現在価値の期待値それを使ってあげればいいと。 そして最初3年間低需要の場合っていうのはそれ以降ずっと低需要が続くことになるので10年間ずっと低需要ですよと、まあ、その時の賞味減在価値っていうのは特に難しくはないかと思います計算自体はね、まあ、そしてこれらの期待値っていうのを求めてあげればいいので最初3年間高需要の場合と3年間低需要の場合ですね、まあ、それぞれが正規する確率っていうところを掛け算して過重平均値を求めればこちらになりますよと でこの結果から大工場をはじめから建設する方が賞味現在価値の期待値が大きいので、まあ、望ましいという結論に達しますよと、はい。よろしいでしょうか。そして最後ね、理論が問われてますけど、もうここまでたどり着ける方はいないと思いますんで、もう最後の理論なんかはね、あの見る必要性もない問題なのかなと思いますけれども。あの こういった賞味現在価値の期待値のみに着目したね、判断っていうのが、まあ、これどうなのっていうね、疑問を呈しているわけですけれども、まあ、賞味現在価値っていうのはこれまあリターンですから、ね、まあ、リターンのみを加味してね、意思決定を行っていくっていうのは、まあ、これいかがなものかというところで、やはりそういったリスクっていうのを織り込んでね、投資の判断っていうのは行わなければいけないよっていうそういったニュアンスのことが欠けていれば正解ということになりますね。はい、ただまあ 計算ができていないとね、最後の理論なんていうのは見ようとも思わないと思い,思いますので、まあ何かしら書いてね、1点でも拾えていれば本当にね、あの、御の字かなとは思いますけど、別に0点でも全く問題はありませんので、まあこの最後の問題自体がね、まあ本当に得点、 ある程度できる方はできているのかなとは思いますけど、まあ、全体を通してみればね、できていない方の方が圧倒的多数だとは思いますんで、まあ、合否を全く分けるような問題にはなっていませんから、もう全滅していてもしょうがないかなとは思います。よろしいでしょうか。まあ、簡単ではありますけど、以上が本試験解説ということになりますので、あのー、非常にね、 今年の本試験、この管理会見については、本当に難易度が高かったというところで、まあ、気持ちの面でもね、ちょっと折れてしまったという方もいらっしゃったのではないのかなと思うんですけども、ただ、本当にいつも言ってることではあるんですけど、相対評価の試験なんで、これはね、あの本当に目標点数自体も3割ぐらいなんで、まあ、3割がね、なかなか遠く感じる方もいるのかもしれないんですけども、ただ、絶対に勉強すればね、取れる問題っていうのはあるんですよ。 パッと見はね、難しく見えたとしても、実は問われてることはそんなに難しくないっていうことが、まあ、割とね、問題の中だと多かったりはするんでね、まあ、そういったところをしっかりとね、取れるように、まあ、これから対策をね、また勉強始める方はね、取っていただければなというふうには思います。とにかく冒頭で申し上げました通り、もう、今ある教材でやり残したことがあるっていうふうに思ってる方は、それをまずは優先的にやると。 でもう反対にもう味のしないガムみたいにねもうこの教材やりきりましたともうこれ以上噛んでも味がしませんみたいな状況であればねちょっと教材を変えるっていう風にしてもいいと思うんですよもうそこまでやり込んでねそれでも得点が伸びないのであれば、まあ、少し形式の違う問題とかをねその解く回数を増やした方がいいと思いますんで少し教材をシフトチェンジするっていうのはいいと思いますんでね回転用教材を変えるとかっていうようなそういったことを考えてもらってもいいのかなと思いますので とにかく演習をやらないことにはね、伸ばすこともできないと。演習やっても伸びるかどうかわからないっていうのは、これもみんな一緒ですから。そういうまあ結果が見えるかどうかわからない中でね、頑張り続けることができるかどうかっていうのが、まあ、こういう難関試験においてはまあ大事な要素になってくる。そういったメンタリティっていうのが大事になってくるのかなと思いますので。 まああの落ち込んでしまっている方もねいるのかなとは思いますけどそこはできるだけ強い気持ちを持ってねあの今後、その勉強を進めていくという方についてはですねあのそういう強い気持ちの中で勉強をやどんどんね前に進んでいただければなというふうには思いますね。はいまあ、それではですねまあこれで令和3年の管理会計論の本試験の公表と解説の方を以上とさせていただきますので皆さん、お疲れ様でした。